スーッとはしない気がするが、聞いてほしい。思い返すと、自分の行動にイライラするけど。仕事帰りの夕方、駅に向かう途中、盲目らしい男性が、白い杖で点字ブロックをたどりながら、勢いよく歩いていた。俺は見えてないのに、しっかりした足取りで、すごいなとか思いながら眺めてた。そして、少し行ったところの信号。この時は赤になったばかりだった。この信号は音が鳴る仕様。点字ブロックも続いている。そこで、急に、男性の前に割り込んだ高校生らしい男子。当然、ぶつかる。男性が軽く謝罪し、男子も、ぼそりと謝罪はしたようだった。しかし、俺はイラッとした。急に出てきて点字ブロックを塞ぐなよって。でも、男子の前を見てみると、母親と小さな子供がいた。母親と手をつないでるとはいえ、子供は点字ブロックに乗ってしまっていた。このまま男性が進んでいたら、子供に勢いよくぶつかってしまっていたと思う。イラッとする行動だが、偶然にぶつかったのが男子でよかったと思った。さらに、この信号を渡った先の信号もない短い横断歩道。高校生は、故意に、盲目男性の前を歩いているようだった。この時も、ビビリな俺は進行妨害すんなよと、心の中で悪態をついていた。そして、横断歩道にたどり着いた時、男子が、片腕を守るように広げた。盲目の男性は、再び男子にぶつかって、先ほどと同じように謝罪していた。男子も、先ほどと同じように、ぼそりと謝罪していた。俺は、何が起きたかわからなかったが、徐行しないで曲がってきたトラックで理解した。男子は、さっきから、盲目男性に嫌がらせをしていたわけではなかったと。子供にぶつかりそうな盲目男性の前に割り込んだのも、前を歩いてるのも不器用な手助けだ。結局、男子は駅の構内まで盲目男性の前を歩いて障害物とかから守ってた。男性は進行妨害されてたと思ってしまったかもしれないが、違うから。トラックの時は本当に危なかったし、男性が男子の不器用な優しさに気づいてるといいなと思う。ついでに、この件があってから、同じような時間に男子を見かけるようになった。同じ路線を使ってるみたいだし。以下、他に目撃した事例。駅の階段でよたよたと歩く高齢者がいれば、後ろからゆっくり登ったり。多分、転んでも支えられるように。よろけた時に抱き留めようとしてたのを見かけた。大丈夫だったけど。あと、ホームではしゃいでる小さな子供が落ちないようにハラハラしながら見てる。その時も無言で自分の体を割り込ませて線路の方に行かせないようにしてたし、親もそれで気づいて子供を叱ったり男子にお礼を言ったり、危なくなる前にちゃんと見とけと思うが、まあ結局何が言いたいかというと、どうやったらこんな高校生男子が育つんだ。